はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、マイキンと一緒にラーメン食べに来ております。で、今日なんですけれども、ちょっとスタミナ補給したいなと、セーブルがビチッとあのザ美味しいラーメンを食べようかと思いまして、本日はね、ここ埼玉県の三郷市に来ております。で、まぁ、ちょっとね、時間がまだ4時半、お店がね5時からオープンなので、もうちょっと待とうかなと思うんですけれども、本日の目的のお店もう目の前に見えてきました。ということで本日のお店こちらですね、背脂チャチャチャさんでございます。こちらのお店さんはですね、大食いの方、他の方もデカ盛りすり鉢でね、特製のものを作っていただいたりですとか、 YouTube 上にもね、いろいろと動画があるんですけれども、今回僕はせっかく初来店ですから、デカ盛りとかではなく、通常提供しているラーメン、こちらを何杯かちょっと食べていこうかなと思っております。でね、ちょっと特徴なんですけど、その背脂の量も選べるんですよ。少なめから多めで、それ以上のですね、ギタマックスなるめちゃくちゃ背脂が乗ったね、特別なメニューもあるみたいなんで、そういったメニューを含めてですね、いろいろと食べていこうと思います。ということで店内に入ってきましたよ。はい、はい。で、もうですね、今日食べるメニューの方に関しては食券券の方で、ね、購入してあるんですけど、合計で俺は3杯かな。そうですね、うん、で、基本的に大盛りと。で、せっかくね、毎日も今日一緒に来てますから、最初の方は僕だけ食べるんですけど、最後の一杯はね、ちょっと一緒にいろいろとお話をしながら食べましょうということで。いいですか？はい、もちろんです。ありがとうございます。で、こちらの背脂チャチャさんですね、店名の通り、この背脂がガッと乗ったね、醤油系だったりとか濃厚豚骨、そういったメニューがメインとなっておりまして、今回は通常の醤油と、で、2杯目いただくのが濃厚の方かな。で、最後に僕ちょっと混ぜそばを食べようと思ってまして、で、マイチンは？自分は背脂、通常の、うん、全部乗せて、はい、はい、じゃあその打順でちょっと今日は食べていこうと思いますけど、まあ、でね、ここに書いてある通り、これね、メニュー注文する際にいろいろと選べまして、まずは麺、これが手もみの中太麺と細麺のストレート、2種類ありつつの背脂の量で、味の濃さだったり、この麺の硬さ、このあたりも、個人的にね、注文してカスタマイズできますので、お店に来る際にはですね、ぜひ皆様も自分好みのカスタマイズで食べてみてください。よし、じゃあ食べよう。食べますか。はい。ということで本日の1杯目到着しましたね。これやばくない？めちゃくちゃうまそうなんですけど。めちゃくちゃうまそうです。見てよ、この背脂、これで普通ですからね、もちろんやばいでしょ。めちゃくちゃうまそうで、こういったラーメンはね、がっつりと美味しい味がしますので、もちろん大好きも2つ注文しちゃいますので、早速ね、これ出来立ていただきます。はい、あー、うまそう。スープかな、やば、うまそう。うまっ。ああ、よし、止まんない。やばい、なくなっちゃいますよ、スープ。うまっ。背脂がやばい。うまみとカロリーの爆弾。あ、最高っす。めちゃくちゃうまいですよ。おお、もう早速このチューブといっちゃいますかね。スープしかいってないですからね、今。うわやばい、これやばいね。やばいですね。いただきます。うまっ。めっちゃうまい。これ今回大盛りで注文したけどさ、一瞬でなくなるね。そうっすね。うん、これおいご飯。うん、わ、いいね。うまいな。がっつり系なんだけど、やっぱ懐かしさっていうのかな、たまんない感じがあってさ、うんうんうん、このメンマとチャーシューと和えたのも絶対うまいと思うんだ。
うまい。うますぎて震える。うわすごい、すごい、すごいですね。すごいよ、この一杯。贅沢、超贅沢。ちょっと集中しすぎちゃってこっち行くの忘れてたわ、なくなっちゃう。これが玉茶丼かな。こんな感じで卵とチャーシュー、海苔が和えられた一杯ですね。ちょっとこれ割っちゃいますよ。はい。うわどう、これいかがですか。映像でどう映ってるかな。もうピッカピカ、卵がすごいピッカピカ。うわいい、行っちゃってください。行っちゃうよ、はい。うわうん、うまいな、うまっ。ちょっと甘辛い味付け、そこに黄身とさ、海苔の風味と、うわうまっ。これさ、このまんま食べてもいいと思うんだけど、こうじゃない、背脂すくって。あーなるほど。うわ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 たまらん。カロリーにカロリーを重ねるから。犯罪級だ。うわ。炭。いやーもうペロリオ。あっちゅうまよ。早いっすね。こんな美味しい一杯はもう一瞬です。じゃあ一杯目のこれ最後かな。いいっすね、味玉で。ああということで一杯目食べ終わりましたが、夢中になりすぎてもう汗だく。もう本当一瞬ですからね。めっちゃいちゃったよ。うまかった。ひとまずねごちそうさまでしたということで、はい、で続いてね今回2杯目にいただくのがこのドノーコーギターマックスラーメン。これがおそらくこのチャチャチャさんでメニューの中でも一番背脂が多いメニューでして、でそれだけではなくこれ見て、背脂ニンニクチャーハン、これ外せないでしょ。いやーうまそう。なのでね本日の2杯目はこのお店で一番脂、背脂の量がね多いメニューと合わせて背脂チャーハンという、背脂と背脂合わせた超パンチのあるセットで食べていこうと思います。やっぱりねベースのスープも美味しいじゃん。でかつこんだけ背脂が入ってると本当にねスープ全体がバラチャーシューみたいな旨味が詰まってんのよ。そうだからスープだけ飲んでもちゃんとスープなんだけど、もう味とか旨味満足感は本当具材食ってるかのよ、うんうん、めっちゃよだれ出てくるもんだよね。ありがとうございます。はい、持ってきますね。おおすごい。想像の4倍ぐらい背脂がかかってる。すごいこれ。うわすごいギターマックス。あの想像だにしない背脂の量ということで、あの2杯目完成なんですけど、どちらもどこを持っていいかわからないぐらいね背脂がびっちり。めちゃくちゃパワーすごいな。すごい。それは絶対うまいわ。いただこう。いただきます。でさっきはさ、ほら醤油いただいたけど。今回その濃厚の方だからそれがどう変わってくるかだよね。すごいもん、あすごい、わかる、伝わってる、これ伝わってると思いますね。あのスープどこだろうっていうぐらいもう上澄みも全部背脂すごいっすね。いただきます。ん、ち
ょっと待って、あの背脂が今多すぎて、多分ね俺背脂だけ飲んだ届いてないスープに。ちょっと待って、下まで行くために一回これ具材を食べ進めていかないと。そうですね、無理だで、これあれだね、どの奥になるとかなり野菜も乗っかってるね。ちょっと麺がギジギジすぎてスープも多分届かなそうだから麺引っ張っちゃおうか。そうですね、出しちゃおう。よいしょ、おお、すごい、うわすごいな。おお、うまっ、めちゃくちゃうまい、うまっ。あ、すごい、これビタマックス全然重くないわ。こんだけ背脂乗っかってるけど、むしろどっちかっていうとその脂の甘み、そこがねかなり感じるから、重いとかじゃなくて、そのなんかね不思議とどんどんすごいいっちゃう。このスープ自体の美味しさ、あとはそのタレの美味しさってのもしっかりあるからこんだけうまいんだろうけど、背脂の旨味がドンと来すぎて、その口の中でどこの旨味が背脂でどこの旨味がスープか判別できないから、うん、あのもしかしたら最初もスープだったのかな背脂ありきで、そうこう融合してうまいって感じ。あでも、あうまっ、待って、あそこの方のちゃんとスープとかタレが絡んでくると、改めて食うとよりうまいわ。なんか感情が忙しいですね忙しい、すごい。これ毎日次食うんだもんね、これ超うまいよ。グーです何を言い出すかと思ったらむちゃくちゃグーです。背脂チャーハン行く？背脂行きますか？いやこれやばいでしょ。なにこの破壊力。破壊力エグいっすね。エグ。おおおお。めちゃうまい。チャーハンの上に乗ってるのあるじゃん、これ全部味付きニンニクなんだよね、刻みの。おー、だからこれと一緒に食べると本当にね、多分家に帰ったらうちの妻に怒られるぐらいニンニクの香りすごいんだけどそことこの背脂ちょっとしょっぱめになってるからさ、すごい合う。しびれてる熱かったたまらんよ。あ、知っちゃいけないもん知っちゃったわ俺今日。俺知ったらやばいよ。こういう時はあんま余計なこともいらないか、うん、ガツガツいくしかないね。伝わってますよ。伝わってる、うん、これはねやばい。俺のちょっと一口先にって言いたいんだけど、その今日のさ一口目をさ、やっぱラーメンにさせてあげたいっていう気持ちがあるから。確かに、ありがとうございます。ごめんなさい、食べちゃいますうん、あっちゅう間だったな。
ういう並盛りの撮影ってやっぱ美味しいものをさ出来たてですでにいただけるから幸せだし最高だなって思うんだけど、その反面ね、やっぱデコモに比べたらもちろん量は適度じゃん。すぐ終わっちゃうのが悲しい。ああ、なるほどね。あのね、それぐらい、あのもうあと2玉、3玉、3杯、4杯食いたいってこんだけこってりしてるのに思えちゃう、不思議で普通持たれるじゃん、こんなにこういうの食ったらさ。そうですね。もうね、それがね、全くない。最高にうまい、いっぱい。あらだね。いや、3杯目マジで楽しみ。マジですね。ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。すいません、毎日の来たよ。はい、どうぞ。マックスだよ、マックス。やばいね。じゃあ俺のはマフラーもう来ると思うけど、もう出来たてをいいですか。ぜひ食べちゃってください。やっぱ毎日もね、このスープから。うわ、あ、うん、まっ、うん、まい。あ、なるほどね。何回も行っちゃうよね。あ、来た。ありがとうございます。ちょっとあの僕のこの混ぜそばの方も来ましたけど、まああのいいよ、食べちゃって。めちゃくちゃうまい。うまそうに食うな。ごめん、行っちゃう。てか麺取り上げられないぐらいもうぎっちりでしょ。掘り返します。いや、いいんすか。行っちゃってください。うまい、うまいんだ。確かになんか本当に なんかあっさりしてるっていうか、そう、あっさりに感じるんだよね。感じる。だってこんだけ背脂入ってるのにね、全然いけちゃうっす。うん、うん、いや、もう少しいっちゃっていいよ。俺はそんだけ楽しんでもらったらいくらでも待つよ。やばい、うまいっす。いや、ちょっと俺もまずは行っちゃおうかな。はい、じゃあちょっと改めて3杯目ですね、いただきます。ということで、もう混ぜそばだからさ、がっつり混ぜちゃうよね。そうっすね。いや、これどうなんだろう。あ、いいね、いいね。たまらんね。茶褐色に背脂の白がまとわりついてきて、これやばいね。うわ、うん、うまっ。あ、うまっ。やっぱり背脂のおかげか、見た目以上にね、しょっぱくない。醤油のいい香りはするんだけど、まろやかというか優しいというか、こんなにまろやかでさ優しい味付けなのにさ、カロリーは超凶暴よ。そうですよね。騙されそうですよね。騙されそう、マジで。いや、もうマイキもカメラ置いて食べちゃおう。うん、もっと早く知って早く来ればよかった。ちょっと俺は先に麺で食べ終わったんで、追い飯ついてるんで、お、はい、ドンと。俺味玉を別にトッピング1個してたから、この残してる1個の味玉を。うわ、はぁ、ありがとうございます。あ、うまい。もうね、やっぱりシンプルで分かりやすい。もう入れた瞬間、うまいって舌を通してどうとかじゃない、もう入れた瞬間脳直通、うまい。出ちゃってた。出ちゃうわ、これは。うん、うまっ。うおー、震えるほどうまい。だってもう毎日もあっという間だもんな、ラーメン残り。
早えよ。もうないじゃん。あと味玉だけや。最後っすね、味玉よ。うまいよね。あ、ダメだ、止まんないっす、これ。じゃあ、ということで、本日3杯目ですね、僕は。しっかりと混ぜそば、完食させていただきつつ、毎日もね、しっかりと完食ということで、改めてごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということですね、本日はこちら三郷にございます背脂ちゃちゃちゃさんで美味しいね、この背脂ラーメンいただきました。最高です。最高です。最高です。やっぱね、こういうラーメン夏場に食べてもさ、スタミナ補給にちょうどいいしさ、うん、で冬場は冬場で体温まるしさ、うんうん、年がら年中美味しいと思うんですけど、皆様もですね、まあ、これからの時期はすごく体力使う季節になってきますので、このチャチャチャさんでね、しっかりとこの給油をしていただいてね、おい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 あわあわです。給油ね。まあね、暑い夏を乗り切ってね、楽しく過ごしていただければと思います。まあ、あとそれ以外にもなんかこう食券機なんか券売機の方を見るとですね、今回いただいたメニュー以外にもタンメン系のものがあったりとか、あとは味噌ベースで、辛いものもあるのかな。でそれ以外にも、毎月限定メニューなんかもね販売しておりますので、皆様ぜひ食べに来てみてください。ということで本日はこんな感じかな。そうですね、うん、じゃあ僕らはゆっくりとパワーを補給したので、安全運転で川崎まで帰りたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。はい、じゃあね、ありがとうございます。バイバーイ、ごちそうさまでした。